はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日は今日もですね、業務連絡でございます。片付け外野手用、今回はワールドペガサスさんですね。加藤様、お待たせしております。明日多分問いに来られると思うんですけど、ご報告あげときますね。まあ、いつも通り外野手用なんですけど、やること一緒なんで、それは後半に回して、今回のご要望ですね、確認しておきます。このグラブの能力を発揮できる片付けにしてくださいということで、これが一番の課題ですね。まあ、いつもポテンシャルを引き出すなんて言ってますけど、後で説明しますけどね、どんなグラブですか、どんな取り方に向いているんですかということでございます。で、できる限り、まあ、この期間で柔らかめ、使い方はフィンガーシフトで指出しなしということですね。で、ポケットセンターもこのグラブの一番いいところにしてくださいねというふうなことで、やっていきたいと思いますが、まずはグラブの話ですね。こちら、87型でございます。軟式と硬式とございますが、こちらは軟式のグランドペガサスですので、US ステアハイド、硬式は和牛になりますが、パターンは同じでございます。まずはこの大きさですね。13インチ33センチで一番大きいサイズになりますね。それから形がこうひし形で特徴的ですよね。これは縦閉じしやすいようになっております。で、深いポケットですね。で、最大の特徴は、まあ、これフィンガーシフトで使えるようになってるんですけど、この親指が、ね、前も説明しましたけど、小指よりも親指が前に出てます。こういう感じですね。わかりますか？うん。これで指をフィンガーシフトで入れても閉じると縦閉じになるというふうな特徴でございますね。ですので、ポケットセンターはこの辺り深いところでパクッと掴む格好になります。今こんな感じですね。うん。で、目指すところは、まあ、奥ではしっかり掴むね、手前でもしっかり掴めるね。で、指に当たっても小指、中指、親指、小指、中指、親指、こう真ん中に集まるようにね、フォルムを整えるということでございますね。まあ、そんなところが要約でございます。で、いつも見てる人はもうここまででいいですかね。次、続きやっていきますが、はい、いつも通りです。にぃ、もむ、ウェイル、叩く、プレイキャッチ、取る、これだけの繰り返しになりますが、やっていきたいと思います。もみます。まあ、ちょっと動画は同じことやってますから割愛しますけどね。で、ウェーブもしっかりね、途中こう入れていくと。で、ボールを入れてまた確認しながら、で、こうボールを掴んだ感が出るかどうかですね。あ、指出しなしだ。こう確認しながらね。で、いつもやってますけど、ウェブトップね、ウェブトップで、ヒール、ヒールね、まあ、こんな感じでございますね。それから、叩くはマレットでございますね。もうだいぶフォルムはできちゃいましたけど、
ラウンドシェイプが綺麗に出るようにね、台で叩いたり、それから、両手で叩いたり、まあ、この時もここが丸くなるように意識しながらね、でいつも通り掴む掴む掴むね、はい、まあ、この繰り返しでございますね。で最後は取る。さっきもちょっとお見せしましたけど、ね、どの辺に来ても入るかななんてね、小指、中指、親指、小指、中指、親指、まあ面がしっかり出てればボールに対して真ん中にこう集まるよ。で掴めるかなってね、掴めるかな。でなおかつちゃんと硬さも残しとかないと、あっあっっていうのがね取れないでしょ。スポーンって抜けちゃったらダメだからね、これ結構大丈夫だな、はい。まあ、柔らかくなっちゃうけどね、なるべくこう親指小指をしっかりね、刺しとくっていうね。あとはこうフライキャッチね、ゆるい球でもちゃんと取れるようにということで、はい。じゃあこんな確認でございますが、今日はワールドペガサス87型外野手用の片付けの模様をお送りしました。業務連絡を兼ねておりました。あ、思い出した。昨日ご報告の朝様ね、朝さんは普通で指だし、ほらここ治ってきましたよ、はい。これもついでにご報告でございます。ん、ボールは、取れるね、はい。それでは皆さん、さようなら。